おはようございます。茂木耕作、美空研究所長令、今日は令和5年12月11日でございます。まずね、森本茜監督、本当にお疲れ様でした。見事ね、ドッジボール大会4位入賞ということで、いや、素晴らしい結果だと思います。そして、そのチームのね、キャプテンシーを全君が発揮したことをね、いや、これ親バカとかじゃなくて、やっぱ実際そうであることをそのようにちゃんと見て、素晴らしいなっていうことは、これは親バカじゃなくて事実の認識だから。いや、本当ビデオも見ましたけど、いや、なんか本当に全くんさ、これちょっとしね、1年前にね、京都の大階段駆け上がりでってから、もうちょっと別人なぐらい大人になってて、いや、こうさぞかしいいチームだったんだろうなと、やってるチームメイトからしてもね、なんか本当に、勝ったこともね、いい経験なんでしょうけど、善君っていう素晴らしいキャプテンの下でチームプレーに参加するっていうこと自体がね、なんていうか、得難いことだろうと思うし、で、そのチームの、ね、監督が茜さんで、精神論しか言えないとかって言ってるけど、とにかくなんか、大人がさ、何言うかもそうですけど、どんな顔してるかっていうのは結構大事かなと思って。いや、なんかその、茜さん笑ってんなと。あかねさんがこう、ずっと見てくれてんなっていうのを、こう、なんていうの、監督が見てくれてるっていうのを、監督が見てるから怖っ、ちゃんとやらなきゃみたいな感じになるとね、こう逆にこうどんどん縮こまってって力入っちゃってとか、で、それはそれでね、緊張感が程よくなっていい人もいるかもしれないですけど、基本的に小学生のチームだとね、やっぱり、茜さんがこう言ってる言葉の内容よりもどういう表情で見てくれてんのかなっていうのを、なんていうか、感じ取る感受性の方がさ、やっぱ強いと思うんですよね。なんか4年生5年生とかだと、やっとこう言葉の交わし方はこう一応内容を受け取れるぐらいにはなってると思うんだけど、雰囲気をつかむっていうのにはすっげえ敏感なんだけど、言葉の内容を理解してそれを体の動きに反映させるっていう段階じゃないですもんね、多分ね。いや、だからなんか、すごい、茜監督がね、なんていうのかな、何を指導するとかじゃないと思うんですよね。だけど、このチームは最高だよっていうことを、表情とか振る舞いとか、そういうので伝えてるっていうのがね、何よりも、こう、多分小学生のチームぐらいだとさ、大事じゃないですか、なんだったらね。いや、技術もあるでしょうけど、ドッジボール大会なんでね、どんな技術がちょっとあるのか僕わかんないけど、でもさ、やっぱビデオ見ましたけど、かなりの球投げてるからね、相手は6年生とかもいるからなんでしょうけど、だから、その時にやっぱりこう、ね、学年がちょっと下の子しかいないとかってなると、結構致命的に不利になったりするじゃないですか、小学生で1学年違うってなるとね。でもその致命的に不利みたいなのは、それは分かんないわけじゃないと思うんですよ、子供だって。で、それを分かった上でどう解釈するかっていう時に、いけるって思うための、なんか環境の要素として、一つはこう、プレイヤーの中に、キャプテンの中に、全然ビビってないですっていう一人がいるっていうね。それが善くんだと思うんだけど、それプラス、監督ですっていう立場の人が、全然あんたらやれますよっていう顔をしてるっていうのは、これめっちゃこっち、重要な要素なような気がしましたね。試合見てて、茜さんがこう、特別ね、映ってるわけじゃないけど、いや、なんかすごいいいチームで楽しかったんだろうなぁと、本当になんか思いましたね。だから久々に茜さんの投稿でしたけど、
いやー、これまでこうしばらくね、1ヶ月いろいろ頑張ってきたんでしょうけど、それがこうすごく詰まってるなーと思いましたね。いや、なんかいいもん見たわっていう感じですね。ありがとうございました。あ、ひろみさん、おはようございます。そしてひろみさんもね、なんか週末だったんですか、野球、大学野球ね、応援に行かれたみたいで。いや、どんな感じだったのかね。まあ、結果はボールに投稿されてたんで、すごくいい結果だったんだということは分かったんですけど、これちょっと聞いていいですか。まずね、奈緒君とこの日体大のっていうのは文脈として分かるんですけど、慶応はなんでなんでしたっけ。これちょっと分かんなかったんですけど、もしかしてヒロミさんの母校ってことなんですか。慶応の応援にね、もう行かれて、その公開ウォールにはね、その野球の応援でこう、まあ、いい結果だったということが書かれてたんで、それは、あ、なるほど、楽しまれたんだなとは思ったんですけど、あれ、なんでこの慶応のなんだっけっていうのを僕ちょっとよく知らなくて、ひょっとしてあれヒロミさんの母校なんですか、じゃなくてなんか別の文脈なのか。で、奈緒君でもお父様でもないし、なんだっけ、なりまして。よかったらね、まあ実はこういうことなんですと。まあサロンの中じゃなくてもいいんですけどね、公開ボールでもいいんですけど、まあなんか外でも言うほどでもないと思えば、まあじゃあ逆にね、よかったらサロンの中を使っていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、こういういきさつでここを応援に来てて、んで、まあ、試合の結果だけをちょっとボールには投稿したんだけど、まあ、その途中、こういうことがありましてみたいな話をね、よかったら聞きたいですね。で、これ、まあ、ひろみさんもね、いずれ、そのご自身の地域でのコミュニティをこう運営するっていうことで、まあ、こちらにもね、お付き合いいただいてると思うんですけど。で、まあ、それがね、立ち上がった暁には、モテ作がね、その第1号メンバーになりますよというね、なんていうんですか、まあ、口約束ではあるものの、なんていうか、契約 契約っていうのか 分かりませんけど、まあ、だからなんか、僕はね、全くその、どんな形になるか、全然想像もついてないで、口約束をしてるっていう感じではある。まあ、ひろみさんから見るとそんな感じかもしれないけど、そうっすね。まあ、まずなんか、僕はね、応援は先に決めておいて、で、まあ、やり始めたらいろいろなんだかんだ起こるじゃないですか。思ってたのと違うとか、思ったようにいかないとか。なかなか立ち上がらないとか、わかんないけど こういうつもりで、こういう予定で、こういう準備してたんだけども、なかなか立ち上がるまでが難しいみたいなことも、まあ逆にね、あんのかもしれないですけど、まあ、そこにさ、そういう時がさ、一人きりよりは、まあ一人でももうすでにね、決まってる人がいるっていうのは、でかいんですよね。で、これは単純にね、僕自身のこう経験談として、まあ、僕もさ、このサロンを立ち上げるときに、いや、なかなか 思ってたのと違うとかありましたよ、これね。まあ、これね、例えば、そうだな、こんな感じで、やっていけば、サロンの中が盛り上がるんじゃないかなとか。お試しでね、いろいろこう投稿してみたりとか、まあ、ルールがあったわけじゃないんですけど、こんなつもりでこんな人と一緒にやっていこうとか、まあ、いくつか考えていたんだけど、まあ全然ね、所詮僕の頭で考えたことなんてその通りにならないんですね。だから手当たり次第にこう全部試してみて、やってみて、全部ずっこけるっていうことを確認して、あ、これダメなのかというのをね、記録していくしかないっていう。まあ、だから、その始める当初はさ、もう戦略も何もあったもんじゃないんですよ。
戦いを略すなんてできないんですよ。全部行ってみるしかないし、全部シュート打ってみるしかないし、全球満振りしてみるしかないっていうね。まあなんかそういう感覚だったんですけど、そういう時にね、なんかやっぱり一人きりじゃないっていうのが、あ、川崎さんおはようございます。一人きりじゃないっていうのはね、結構でかかったなと思って、まあ当時はね、友人さんと周平さんと砂塚さんと、まあ、お願いしますと。無理やり入ってもらってたんですけど、まあ、だからあと健太さんでね、まあ、無理やり入ってもらってましたけど、やっぱりね、それでかかったですよね。まあ、その4人から何かアドバイスを受けて、こうした方がいい、ああした方がいいっていうフィードバックをもらったわけじゃないんですけど、ただ、いてくれてるだけなんで、なんていうか、僕が一人でずっこけてようと、4人が見てる中でずっこけてようと、どっちでもやってることは一緒だったと思うんですけど、まあ、やっぱりね、孤独感はないよね。一人で悶々とするとやっぱりね、エネルギー下がってっちゃうなと僕はね、思ったんで、やっぱあれはでかかったなと思いますね。最初からとにかく。砂塚さんはこう毎日ベースポジションをこうインスタに投稿しながら、欠かさず見てくれてるんだと。この信頼はでかかったですよ、僕はね。あとは、まあ、友人さんはとにかくライブ配信やればいつでも見に来てくれるし、周平さんは周平さんで、なんか、なんていうか、なんていうか、何を頼んでも全部イエスって言ってくれるっていうね、なんかそんな感じでしたからね。いや、これでかかったなと思って、まあ、だからそれは、じゃあ次こう、何が僕の方からやるってなったら、誰かね、自分のコミュニティだとかサロンじゃなくても何でもいいんですけど、何か立ち上げるっていう時に、一番立ち上げのもうどうしていいか分かんないような状態の時に、その役回りをやりたいなっていうか、そっちの応援する側の視点から見た景色を見たいなっていうのに近いかもしれないですけどね。まあだから、ナオ君もさ、いずれコーチングでコミュニティ作るとか、ヒロミさんは地域で、いろんな趣旨のコミュニティを運営するとか、まあ、そういうのをやるときに、まあ、第1号メンバーに必ず入るよって言ってるのは、まあ、そういう、まあ、なんか根拠じゃないんですけど、本気で言ってるんですよね。いや、なんで、まあ、その時に、まあ、その暁にはですね、なんていうかな、なんていうか、まあ、大したことじゃないんですけどっていうような話を、知っといた方が、なんていうか、応援の城を見つけやすいっていうか、あ、ここちょっとじゃあ僕やっていきましょうかっていう、なんかそういうのを見つけやすくなると思うんですよね。なんで、まあよかったらなんですけど、その慶応の下りの話ね。まあなんていうか、こう言うほどでもないんですけどもっていうような話をね、ぜひ投稿いただけたらと思っております。そしてですね、なんだっけ、あとは、なんだっけ、特にあったっけっていうか、まあだから、結構ね、先週は疲労だとか回復だとか、まあ、患者さんがね、こう、ちょっと頑張りすぎて食いしばってしまうみたいな、歯を食いしばって頑張るっていう、まあ、まさにその状態に おそらくなってる。でも食いしばりすぎちゃってると、こう、顎は痛いですっていうね、その問題とか、あと、まあ、コンディショニングみたいな話をね、結構先週はしてましたけど、まあ、今週、まあ、なんか毎週別にテーマを変えるっていう必要はないんですけど、なんですかね、なんか、もういよいよ年末だなーとかって思って、こう、ちょっとね、なんか自然と振り返ってしまうんですよね。なんか、9月にサロン1周年だったんで、その時ももうすでに振り返っているんだが、なんとなく、もうかれこれ1年もやってて、結構こういうふうに変わってきたとか、なんか、こんなことね、毎日毎日そうなんですけど、僕はね、大して喋る必要があるでもないようなことを、こうなんとなくふわ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 ずっと喋ってるっていうだけの
やつを朝礼と称して 30分やると、何かしら、こう、母さんが来てくれて、ひろみん来てくれてっていうね。そういえば、ひろみんって、佐藤ひろみさんじゃなく、本来はひろみんって呼ばせたい、まあ、モテ作的なポジションですかね。なんか、本当は本人は呼ばれたいのはひろみんという名前だという話をね、息子さんから聞いたんですけども、これ合ってますかね で、それから、毎朝ね、佐藤ひろみさんおはようございます、ひろみんおはようございますって言ってるんですけど、若干まだ言い慣れてないです、これ。合ってるなら、このまま、合ってんのかな、俺っていう、なんとなくの状態で読んでてですね、まだね、呼び慣れてきれてないんですけど、それでって言ってくれれば、思い切って言えるんで。ぜひ教えてください。ひろみんおはようございます。これ合ってますか？ はい。川明夫さんおはようございます。阿部ゆきかさんおはようございます。小山愛さんおはようございます。そうだ。小山愛さんに業務連絡をしたんですけども、これ、ちょっと皆さんにもね、関係あるって言ったらあれですけど、ちょっと皆さんにもですね、お知らせしたいなと思って。まあ、愛さんはね、旅する出し屋と。いうふうに名乗ってですね、日本全国各地を回って素晴らしい食材を求めて、で、なおかつ、まあ、ビーバンっていう会社のね、まあ、素晴らしい出汁があるんですよ。これを、まあ、営業、まあ、もともとビーバンっていう会社の営業だったんだけど、まあ、旅する出汁屋として、こう、自分の個人事業主としての立場でこうマルシェにあちこち出店したり、今は三重に行かれてるんですかね。で、まあそういう感じでこう、素晴らしい出汁を広めながら、素晴らしい各地の食材を見つけては、他の場所で出店して、それをね、ここ本当に素晴らしい食材見つけてきたんで、これどうぞっつって、みんなに売ってるっていう、まあ、そういうね、人なんですけど。で、まあ、我が家もね、ビーバンの出汁をずっと、その愛さんが入ってからね、2月以降ずっとビーバンの出汁愛用してるんですけど、まあ、どうせだったらね、愛さんから直接買った方がいいなと思いまして、で、まあ、ちょうどね、もうすぐ使い切れそうなので、1袋、500g 入り1袋の美味しい出汁の方をですね、発注しましたので、まあ、お手すきの時で結構です。特に急ぎませんけど、まあ、お支払い方法と納期予定あたりまで、コメント欄でお知らせいただければと思います。そしてですね、皆さんもですね、ぜひね、愛さんから買っていただきたい。美味しい出汁をね、使ってる人結構、サロン内でね、まあ、それなりに広まってきたと思うんで、友人さん使ってらっしゃるんでしたっけ？まあ、周平さんはね、もう、ビーバーの出汁を出張先にも持ち歩いてってるぐらいの、愛用者なので、使ってると思うんですけど、まあ、そんなね、ちょくちょくなくなるもんじゃないんで、いつもいつもこう、受注、発注みたいなことが起こるわけじゃないですけど、まあ、ちょっと、まあ、せっかくだから愛さんから買おうぜっていう話。まあ、別にね、アマゾンでも買えるんですよ。アマゾンでも買えるんですけど まあ、せっかくですからっていうね。愛さんから買って、まあ、あとはね、愛さん別にその美味しい、ビーバーの美味しいだしだけじゃなくて、まあ、他にもさ、マルシェに出店したりしてるぐらいなんで、いろいろこう全国各地の素晴らしい食材っていう、まあ、あとは発酵食品系がね多いかもしれないですけど、まあ、それをこういろいろこっちから仕入れて、こっちのマルシェに出店してとかってやってるから、ぜひね、サロン内でも出品していただければなと思っております。これ まあ、そんなサロンなのかっていうと別にそうじゃないんだけど、一応このモテ作の趣旨としてはですね、なんていうか、まあ、それぞれの人がこだわって一生懸命やってることは全部研究と捉えて、それをお互い全員で応援しようっていう趣旨なので、まあ、なんかこう、
こだわって売ってるものとか、こだわって作ってるサービスとか、まあ、そういうのはね、全然こう、広告ってほどじゃないけど、みんなに紹介して、買ってくださいっていうのは、いや、全然買うよと。少なくてもね。まあ、なんか普通、サロンの中、よくあるサロンの中ってさ、広告営業宣伝をお控えくださいみたいな感じのところも結構あるんですけど、僕はね、なんかそのメンバーさんが、こう自分で一生懸命売ってるものとか、良きものと思って、やっているサービスとか、これはもうぜひね、全力で売っていただきたいなと思うんですよね。これ珍しいことなのっていう、だと思うんですけど、でもなんで珍しいんだろうなというね、よくよく考えると。だって、ビーバーの出汁が素晴らしいから売ってるんでしょ？だから全力で売ってくれるっていうのは全然なんかこっちからしたらさ、へえ、そんなのがあるんですかとなって。で、まあ、その買うか買わないか別にね、自由ですけど、まあ一回試してみようかなとかってなるし、試してみて、まあそうでもなければ別にまた、別なものを探せばいいんであって。まあだけど、なんか、せっかく、サロンメンバー同士のこうご縁があったら、なんかそういうもの知りたいんですよね。いや、これ本当に一生懸命売ってます、本当にいいと思ってるんですよっていうやつを、出品していただいてですね、まあそれがね、別にメンバーはみんな強制で買わなきゃいけないとかじゃないんですけど、別に宣伝すること自体は全然いいじゃないですかっていうね、いうつもりなんで。まあ、ぜひね、愛さんにはですね、まあ、これ業務連絡としてはまずね、その美味しいだし一袋発注です。で、よろしくお願いします。プラスですね、他にも何か予期しないがありましたら、出品していただいて、これいくらで売るよという話をね、サロン内でこうどんどんやっていただければなと思ったりしておりますね。これはなんか別に、なんだろうな、物の出品だけじゃなくて、こうサービスとか、あとはまあ別に自分の、サービス売ってるものじゃなくても、このサービス受けてみてすげえ良かったっすよ、よかったらみんなも使ってみてとかっていうやつでもいいです。だから例えば、川さんがね、この間紹介してくれた、GPS トラッカーのやつですよね。あれは これ買ってみてすごいなんかいい感じだよっていう投稿ですけど、まああれの時にアマゾンリンクつけて、まあ、面白そうだなと思ったらみんなも買ってみればっていう感じになるじゃないですか。あれは結構いいと思うんですけどね。なんかまあ、紹介する商品が、他の人が売っている、まあ何かしらいいものであってもいいし、自分が売っている何かしらいいと信じているものでも、まあどっちも変わんないかなと思ってて まあそれはね、ぜひ、なんだったらどんどんやってほしいなって思ったりしてますね。まあだから、それでいくと、例えばね、ゆかさんは、ゆかさんの、コーチングのサロンやってますけど、まあゆかさんは結構ご自身のサロンの、内容をこっちにもたまにね、シェアしてくれたりしてますけど、まあ、だからゆっかさんのサロンに、じゃあ逆にそれきっかけで、じゃあ私も入ってみようかなってなるのは、俺はすごいいいなと思ってるし、まあ僕はね、単純に無料メルマガをずっと購読しつつ、一回ゆかさんの講座を受けたこともあるみたいな関係ではあるんですけど、なんかそういうのはね、もっとあってもいいかなと。で、まあ、これがさ、例えば、まあ、いずれヒロミさんがね、サロンを新しく立ち上げますってなった時に、まあ、モテ作だけじゃなくて、まあ、そういうコミュニティなんだったら、ちょっと、私も入ってみようかしらと。なんか、誰かがなったら、それはそれで全然いいと思うから、立ち上げた暁には、モテ作サロン内で、こんなコミュニティ立ち上げましたと。こういう趣旨で、こういう人に来てほしいですと。よかったら入ってくださいと。いう宣伝は、ぜひしてほしいなと思ってるんですよね。だからまあ、でっかいサロンだったらね、いろいろなのが広告営業混じってきちゃったりすると、まあちょっと分かんなくなっちゃうから、お控えくださいっていう趣旨も全然分かるんですけど、まあ僕
ところはむしろね、個々のメンバーの活動の背景とか思いとか趣旨とか、お互い結構それを全部研究と捉えて詳しく知ることで自分にも生かそうみたいな趣旨で集まってるから、いや、なんたらむしろ積極的に打ってほしいっていう感じですよね。 はい、まあそれはだから愛さんだけじゃなくてっていう、まあ何だったらね、まあ、ここのサロン、橋の学校のオンラインスクールつながりの人が多いですけど、これまあ僕がもう毎日走りの学校の山本健太はいいから、こうぜひ走りの学校をみんなでね、続けて盛り上げていこうねっていうことを広告宣伝してるようなもんでもあるっていうね。なんていうか、いや、してない、広告宣伝はしてないけど、まあ応援してることは隠してないっていう、これでまあ、この時点で別に走りの学校だけじゃなくて、まあ、ご自身で何かしらこれを応援してるとか、これ買ってみたけどすごい良かったよとか、これ、まあ、もしよかったら私が仕入れて売ってますから、売りますよと、買いたい人言ってくださいっていうのが全然あってもいいかなと思ったりしております。ということでね、小山愛さん、よろしくお願いします。佐藤奈君、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。トランペットの調子いかがですか？結構むずいからね。 なんかもう一回聞いたんですよ。もう一回聞いたんだけど、あれ、これ結構むずいなと思いましたね。 頑張ってください。 いつやる発表会なのかちょっと分かんないですけど、なんだったら、なんか去年の方がね、難しさが最初分かりやすかったというか、メロディーからして、あ、なんか難しそうっていうのがちゃんとあったんだけど、これ、今年のクリスマスソングに関して、あ、ナオ君おはようございます。今年のクリスマスソングに関してはね、メロディー全然知ってるし、分かりやすいし、まあ、それは弾けるでしょうと。一瞬思うんですけど、あれ？ このリズムにわざわざしなきゃいけないの？みたいなやつね。これむずいやつだ。 そのアンサンブルにするとなおさらっていうね。ずれたらえらいことになるやつだから、これは大変だって思って。今更気づいてます。頑張ってください。 中村修平さん、おはようございます。寺井修香さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。またボルダリングね、なんかいろいろストーリーズで上げてやってらっしゃいましたけど、マッスルペイントラッキングでね、筋肉の名前が増えないように ちゃんと休んでくださいね。 あと、対策、休むの中身をもうちょい、筋肉の数だけ、どのように休ませると、休ませたことになるのかがあると思うんですけど、そこはちょっとね、知りたいところですね。本当に休ませたのかと。休むって言ってますけど、これね、多分俺の想像なんですけど、本人は、まあ、別に全然これぐらいなら辛くないっていうラインを、でもやっちゃってるじゃんっていうところを休むって認識しちゃってる気がするんですよね。それやってるからね。負荷かかってるからねっていうやつね。休ませてないんじゃないっていうね。疑いを持ってるんですけど。はい。まあ、リストのね、一つでも、消えることを願っております。まあ、消えていくに従ってね、アナトミーライン、ラテラルライン、アームラインにおいて、まあ、どこがどのようにつながっているのか、その連鎖の順番なんかがね、逆に勉強になるかもしれないですね。ここが消えると、ここも連鎖して、こっちも次に消えるんだとかっていうのが逆にわかるかもしれないですもんね。まあ、あれだけ網羅されてるんで、お楽しみですね。 ちょっとどんだけかかるのかわかんないけど。 なんかちょっと道は長いですが、楽しんでいきましょう。山本健太さん、おはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくん、おはようございます。ドッジボール大会、見事入賞おめでとうございます。素晴らしいキャプテンシー、善くんね。そしてかん、あの、あかね監督、本当におめでとうございます。砂塚森忠さん、おはようございます。今朝もね、バッチリここにね、コーヒーですか、あれは。何ですか、もう。よくわかんないですけど、ちょっと、あまりの安定感でと一体感でね、ベースポジションウォークしながら、ここに何か乗せてんですよ。
これなんか最初ペットボトルだったり缶コーヒーだったりなんかいろいろ知ったんですけど、でまあ今日も何かしらなんでしょうけど、なんていうか、何ですか、あまりにも一体感ありすぎて、こう揺れもしてないんですよ、びくともしてないんですよ。王族の冠ぐらいに見えてきましたね、これ。古代の。なんか、ああいうのつけてた人いたじゃんっていう。なんか、それくらい。これ、乗せてるだけとは思えないぐらいの安定感ですよ、こうやって。なんか、ベースポジションウォークやってんだけど。で、しかも、重りもつけてるからね。手足に重りつけて、頭に乗せて、もう、こう、絶対揺れるじゃんと。落ちないようにするのをやっとなんですよ、僕、未だにね。ちょこちょこやってますけど。すげえなと。もう完璧に一体化してますからね。もうなんか、キングのね、風格がもうすごいよね。あれはもう、王族のなんか冠かなんかなのかな。最初ね、まあ、一見ちょっと、あれ何このおじさんね、変なことしてるなって、周りの人も見てた人、なんだったらいたかもしれないですけど、ちょっと最近はね、あれこれどこか、タイかどっかの王族の人がやってるあれかな。なんかそういう儀式なのかな、みたいな。もうちょっと神々しくなってきちゃってるっていうね、すごい一体感、素晴らしい美しさですね、本当にすごいということでね、今日も皆様どなたとお笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。なおくんありがとうございます。ひろみんありがとうございます。かわさんありがとうございます。ゆうじんさんありがとうございます。じゃあねー。